皆さんこんにちは、江野さん、わなみです。今日はゲストでノースタイルの井上さん来てくださってます。お願いいたします。はい、ありがとうございます。井上です。井上さんは、ずっとアベマ TV の番組で一緒にお仕事をさせてもらっていまして、はい、久々に今日はコラボという形で、ありがとうございます、はい、僕のチャンネルの方にも出ていただいて、はい、ドラ恋の話から、はい、過去の恋愛、はい、そして今の恋愛感、はい、含めいろいろ喋っていただいて、ありがとうございました。ございます。男性とコラボするの初めてなんですよ。あ、そうなん？はい、なんかごめんなさい、これで。いやいやいや、男性目線の話も聞きたいなっていうのがあって、わかった。で、ファンの方の恋愛相談とかイライラした話を解決するみたいな、どっち側に立って喋った方がいい？女の子の気持ちに寄り添ってアドバイスすることもできるし、はい、いや男ってこうやねん、はい、あんねん。それは多めでお願いしたいです。 OK、 女子に反感買うかもしれんけど、はい、男はこういう生き物だでいくな。大丈夫ですか？それで任せろ、もう嫌われることに慣れたもん。一つ目は、男友達から発展させるにはどうしたらいいですか？あ、私は結構男友達ってなっちゃうと好きっていう感じじゃなくなっちゃうんですけど、うん、なんか男友達から恋愛発展することそんななくて、うん、なんですけど、同い年ぐらいの女の子たちは結構友達から発展したいっていう子多いんですよ。なるほど。好きっていうのを伝えるのを迷うとか、うん、生まれそうだから迷うっていう風に言う子がすごく多くて、うんうん、まず男友達から発展させる上で一番大事なことね、うん、友達関係は壊れると思って動かなくて、そうなんだ、うん、これはもう仕方ない。なぜかというと、女の子は男女の友情成立すんねん。でも男側は一回好きになったりどうこうした、俺のこれ持論やねんけど、付き合ってから別れるは友達に戻れる、なれる。でも付き合うか付き合わへんかでこうせめぎ合って結局付き合わなかったってなったら友達に戻れない。へー、そうなんだ。だって変な話、まなみがさ、俺のことを例えば好きやとして、うん、わーって口説いてくれた、で俺がいいかな、どうしようってこうぐらついた、でも付き合いましょう、ごめんなさいって振るやん、うん、そっから友達関係にこっちが振る舞うって都合良すぎるもん。ああ、まあ確かに、そっか。うん、じゃあまなみん側からしたら、え、井上さんどういうことこれ、あってなるやん、うん、だから多分男はそれできないね。だから友情関係は守りながら恋愛もっていうこの二頭状態はまずなしっていう風に考えた方がいいんだ。がいい。はい。で、もう一番手っ取り早いのはエロをちらつかせる。もうこれ一番男にそれが一番効果的だと、うん、いや友達やと思ってるやんか、うん、友達やと思ってる。でもじゃあ別に男は付き合う気ないけど女子がこうエロをちらつかしてきて、うん、エッチしましたと、はい、一応エッチしたという事実が残るやん、はい、そこで付き合わないになるかもしらんけど、やっぱエッチすることで男も女も心は動くから、まあね、ここの相性もあるし、でここでもし付き合わないになった、一般的に遊ばれたってなるかもしれないけど、うん、そっからが勝負やから。なるほどね、大人ですね。いくつの方がちょっと言ってるか分からへんで、うん、でも友達という概念から恋愛に引っ張り出すにはやっぱり強引な方法が必要やね。いや、そうですよね。なんか男友達と恋愛してるっていうか、その好きなんですっていう子って大体告られ待ちをしてるんですよ。そうそうそう。でも絶対無理じゃないですか。無理 100%、うん、ほぼ 100% 自分から好きっていうのを言わないと向こうも友達だと思ってるから無理じゃないですか、うん、平行線のまま。だからでもそういう女の子たちは言えないんですよ、壊れると思ってるから。でも壊れた先に新たな形があるからな。おー、名言。いやいや、でもそうやね、女の子ってすごい言葉悪いけど都合がいいというか、うん、女同士の友達関係ってやってんね、うん、喧嘩して一、うん、回壊れてまた仲直りして修復してとかやってんけど、男とはあんまそれやらへんねんな。確かに一緒なのにね。それ一緒やねん、ほんとは。女友達も男友達も一緒なのにね。そうそう。でもだから男女っていう部分でどっかやっぱ女性は区別しちゃうんやろね。男友達を好きになるっていうのはそれぐらいの覚悟がないとと思うで。やっぱりエロをちらつかせるって言うけど、もうそれできないんやったら、まなみんが言ってたけど、とりあえず告白するべきや。私もそれはすごい思う。うん、それで友情関係がちょっと日々入るかもやけど、告白して男がファーって逃げてったは、うん、どうやっても恋愛に発展しない。いや、そうですよね、うん、一番大事なのは、俺恋愛においてな、うん、じゃあ俺がまなみんを口説くって時にさ、うん、まなみんが恋愛モードじゃない時に口説いても、うん、絶対に口説き落とせないのよ。そうですね。逆に言うと、まなみんが恋愛モードが高まってる時やったら俺でも口説き落とせるのよ、うん、そのタイミングを見計らなあかんねんけど、ってことは男友達という状況に陥ってたら、男はその相手の女性に対して恋愛モードの気持ちが動いてないから、うん、まず恋愛モードのスイッチが切れなあかんねん。
わあ、なるほど。いや、それはでも本当にそう思います、うん、なんか私も結構友達だなと思う人に結構好きって言っちゃうタイプなんで、うん、じゃないと始まらないじゃないですか。始まるもんも始まらないし、ダメだったらダメで仕方ないし、覚悟がないとやっぱダメ。結構多いんですよ、多分同年代の方で、大学の友達でとかバイト先の同僚でみたいな人多くて、いや辛いけど恋愛は振られてからがスタートやから、うん、ですと思うよ。名言出ました。うん、一回告白してみてください。ほんならいろんなものが変わるから。はい、ですって。いや私もそうだと思ってるから、うん、本当に。じゃあ2個目が、付き合って数ヶ月して冷めてしまう男性の心理が知りたい。切実なんですよこの子。いつも振られ続けているので正直辛いです。アドバイスしてください。俺が思う一番の要因は環境やな。あー、わかる。相手の男子、彼氏が合コンに誘われやすい環境とか、うん、新しい出会いが多い環境で生きてるとやっぱり冷めやすいな、まあ、だってそれを知らなければずっと彼女のこと好きですもんね。うん、でその環境の人をずっと一途に思わせるためにはやっぱり女子が頑張らなあかんと思う。やっぱこの彼女じゃないとあかんな、この彼女を手放したくないなって思わせ続けなあかんし、よく女の子ってさ、付き合ったらさ、付き合ってから変わったよねって言うやん。あ、言う。男が変わってることもある、うん、でも女の子が付き合ってから愛情の受け皿が大きなってんねん。あ、なるほどね。付き合う前はお茶碗一杯分やったから、はい、彼女になった瞬間にどんぶり鉢になったらめっちゃ爆笑してる。だからお茶碗一杯では全然愛してくれてないやん、足りてないけど、一緒やねん男がやってることは。なるほどね。女の子の器大きなってんねんから、それもしゃーないやん。そっか、これだけが満足できなくなっちゃうんだ。そう、付き合ったからといって劇的に器変えるのは良くないねん。なるほどね、うん、あ、それあるかもしれないですね。彼女だからっていうのあるかもしれないです。彼女なのにとかってあるかもしれない。そうそうそう、だから LINE の量とかも変な話、付き合う前と付き合ってからも男は多分そんな変わってないと思うね、うん、でも女子は少なない。あー、なるほど。彼女だったらもうちょっと人欲しいとかね。そうそうそう、それを、なるほどね。それをやっぱ急激にハンドル切られると男は冷めがちよね。確かに、ずっと変わってないの、うん、なんでってなるもんね。そうそうそう、自分ができる頑張りって付き合う前にやってたのがマックスやし、うん、それを付き合ってからもやるけど、いや、あなたの幅が大きくなっちゃったらそれはちょっと無理かもなと思ってパッと横を見るやん。で、横を見たら彼女以外の女性はまたお茶碗ぐらいの愛情の器が並んでたら、そっちの方がなんか満杯に仕上げれるから。あー、なるほどね、うん、あー、でもめっちゃ分かりやすい。それこれ結構多いと思う。これ女性は、まあ、認めたくない部分もあるし、男が悪い部分もあるけど、女の人は変わってないっていう人多いやん。多い。でも絶対男も女も変わってんだよ。でも絶対それは思います、うん、付き合うってなっただけで自分たちの呼び方というか、ただ友達だった関係がいきなりそこで彼氏彼女ってなっちゃうと、うん、やっぱ感覚って変わるじゃないですか。変わる変わる、お互いに、うん、だからそれでうまくいかない人だって結構いると思うんですよね。そう、だから感覚変わるのはもう仕方ないやん、うん、だから男も変わってるし私も変わったっていうのを理解しておいた方がいい。この話多分女子目線からだと出てこないが、多分それ男性目線だから、うん、だってよう言われも付き合ってから冷たくなったよねって、いやいや、なってないでって思うねこっちは。ちょっと受け取り方の感じ方が変わっちゃうんですね、ひどくなっちゃうと。と思うで、やっぱもうそれはしゃあないしな。うわ、それは彼氏彼女でもあるから。なるほどね、うん、だから彼氏彼女になった瞬間に急激に愛を求めない方がいいよね。いや、めっちゃわかる。それはみんなに言いたい。私も結構いるんですよ、なんかその変わっちゃうとか。そうそう、人が付き合ったけどまだ口説かれてるぐらいの感覚で3ヶ月ぐらい過ごして、徐々に徐々にお互いの量を増やしていこうがええと思うな、うん、3つ目が、自分がもう19歳、まあ、20歳とかになって、彼氏いない年齢イコールその自分の年齢ですごい不安がってる若者たちが多いんですよ、うん、一発ちょっと言ってください。何一発言ってください。そんな言葉じゃもう誰も響かないんですよ、みんなが。もう全然大丈夫だって言ってるのに。いや、大丈夫やろ。なのにめっちゃ送ってくるんですよ、毎度周りにすごい言われるとか、そのもったいないとか言われると、はなんで言わなきゃいけないのみたいな感じの子もいるし、また逆に不安がっちゃう子もいるんですよ。もう不安になる必要もないし、ガツンと言うなら、はい、不安になるぐらいなら恋せえよって思う。おー
ありがたいお言葉。もちろんモテるモテないがあるし恋愛ベタ動向もあるけど、年齢イコール彼氏いないの方、うん、自分の人生振り返って恋愛にアグレッシブに頑張りましたかと、うん、そこ頑張ったけど彼氏いない歴が年齢やっていう人は不安やとか弱気なこと言うてと思うけど、うん、そこ頑張ってないのに年齢が彼氏イコールやって言ってるやつはただの怠慢やからそうですね、うん、恋愛できないですとかその人のこと好きになれないですみたいな子が結構多いんですよ。なれるよ。なれるじゃないですか、絶対になれるし、うん、気づいたら好きになるもんじゃないですか。昔と違って、うん、今の世の中って LGBT とかいろんな問題があるし、うん、いろいろ状況は変わってるから、じゃあ好きになりたくてもなれないっていう人がいるのを事実やと思う、はい、これは事実やと思うねんけど、でも普通好きになる努力をしてるかどうかよね、うん、要は家にずっとおる、誰とも出会わない、うん、好きになれないです、そりゃそうやん、うん、当たり前。でも365日365回合コン行きました、好きになれないです、やったらひょっとしたら何か違う問題があるかもしれない、うん、恋愛に対してアグレッシブに行動してるかどうかがやっぱ一番大きいよね。みんな結構いるんですよ。でもいいのよ、要はアグレッシブに行動できないマナミンのファンがアグレッシブに行動したいわけどっか、はい、でも勇気がなくてできない、うん、でその勇気の第一歩がマナミンに相談やから、うん、だからその相談してくれるところでまず一歩始まってるから、始まってるから、そこをもう一個もう次のランクに行って、そうやな、何かその行動を例えば友達に言ってみるとか、女友達とかに、うん、男友達とかに恋愛したいんだけどいい人いないとか、そういうのまだ一歩じゃないですか、まず一歩一歩。蛙化現象って知ってますか？知らん。自分がすごく好きなんですけど、相手が振り向いてくれると興味なくなっちゃうタイプ。おーおーおー、それが急増しております。なんでですかって私は分かんないですよ。自分はそれが付き合うってとこまでが多分ゴールになっちゃってるのか、まあ、その後デートに行くとなんでこんな人と付き合っちゃったんだろうってなっちゃうんですって。へー、めっちゃいるんですよ。単純に対象の男子が好きじゃないねって。いや本当に好きじゃないと思う。多分恋をしてる自分のことが好きなだけで。いや本当そう。で多分付き合った振り向かせたっていうのは多分ゴールで、その後のこと何も考えてなかったみたいな感じになっちゃうんですよ。でもいるよね、追いかけるの好きな人いる。でもこれってな、難しいねんけどさ、恋愛が多分上手な人って結果まあ無意識に多分やりはんねやろうけど、うん、振り向いたら逃げてく女子には完全に行かへんと思うね。はあ、だからギリギリのところでまた逃げはんねん男が、はいはいはい、あれまた追うやん、はい、で何っつって離れようかなと思った瞬間パッとこっちも逃げんねん、まだこう追いかけるってやっぱ上手い人はそうやるんやと思うで、うん、持ってる人はね、うん、はいはい、でもだからその好きになられたから嫌になるはもうどうしようもないよね。ですよね、うん、だから好きじゃなかったんじゃないかな。好きじゃなかったのもあるし、でも時に恋って我慢必要やからな。言うてるさ、はい、ファンの方々が、はい、どの位置でプイってしてるかにもよるしな。一回エッチしました、はい、付き合って、はい、で離れました、はい、はもう男のパフォーマンス不足や。残念、これしゃあないでもここでしてない、離れていったは俺は女性側に問題があると思うし。いやそうっすよね、だって何も変わってないもん。それこそ、うん、付き合う前と何も変わってないのに、そうそうそう、付き合うって形を取った瞬間にその女の子たちがみんな冷めちゃうのか分かんないんですよ私。だって私だったらめっちゃ嬉しいもん付き合えたら。でも多分その現象で男もあると思うんだけど、うん、じゃあ女性とかでもさ、化粧品でもええわ、うん、もうようやく困難でなかなか手に入んない化粧品やっと手に入った、やったー、そっから使わへん。ある、めっちゃある。やろ、めっちゃある。ゲームを買ったとこまでが良くてやんないとかね。そう、女子って多分その傾向強い人多いんやと思うで。男は逆でもったいないが出てくんねん。あー、うん、これセナもったいない、一回ちょっと。そう、だからもったいない精神やからセフレという遊びが出てくんねん。やだそれは。例えばじゃあ俺がマナミと飯行った、はい、もうベロベロに酔うてるで、なんか甘えてきた、例えばよ、はい、もうこの関係性が崩れるやん、はい、でもどっかもったいないって出てくる。チャンス、チャンス、チャンス、ここに到来って文字が出てくるねん。こうやって、うん、行かへんよもちろん、はいはい、男の方がだから経験上やけど、はい、ご飯残さへんし。あー、わかる。男の方が最後の最後で飲み物とかも飲みきるし。それめっちゃわかります、うん、女の子ご飯残しがちですよね。もう俺あの女子のカシスオレンジのちょっと残ってる何回見てきたか飲めよって思うよ、そこまで。
あと一口。そう、薄なったから。いやいや、お前の責任や、それは。本能的な部分ね、遺伝子的な。はい、まあ仕方ない、男と女の違いですよね。そこはあるわな、多分。恋愛の相談って結局好きの確認事項やからな、うん、すごい名言、なんかずっと名言出るじゃん。ずっと名言出るじゃん。でも思うやろ。いや、思いますよ。